Peggy 16. Prompto 編ということで、プロンプトのテーマ曲とそれからゲーム中の曲をいくつか担当したんですけれども、大体ゲームの曲を依頼されるときはディレクターさんとかプロデューサーさんの方から結構、こういうイメージでとか、あとあの映画のああいう感じでとか、割と具体的に指定されることもあったりするんですけど、今回のこのプロンプト編に関しては、何々みたいにっていう感じじゃなくて、プロンプトのこうバックグラウンドですとか、こう裏に隠されたなんていうのかな、設定というか、プロンプトの生い立ちとか、なんかそういうプロンプトのキャラクター自身の説明をすごくこう細かくしていただいて、そこからなんていうのかな、自由にこう僕のイメージを僕のイメージで膨らませてこう作って、自分としてはこう期待されてて、こうプレッシャーもあるというか、なんていうのかな、こうすごく自分が試されてるみたいな感じもあったりして、割と気合いを入れて作ったんですけれども、プロンプトは本編では、ムードメーカーというか、ちょっとおとなしいものじゃないけど、明るいキャラクターだったんですけれども、今回語られるエピソードではすごくちょっと深いところもあったりするという意外な一面も見れるエピソードになってます。配信がもう少し、もう少しで配信されるんですけども、それまでどんなお話なんだろうみたいな感じで、ちょっと楽しみに待っていただければなと。で、ディレクターさんとお話ししたら、もうどんな曲でお願いしますって言わなかったのは実は作戦だったみたいな、こう、なんか意外性をそこで、なんかどんなものが出てくるのか、こう意外なところも楽しみみたいなところもあったみたいで、そうだったのかみたいな。僕自身こう皆さん FF15 のファンの方がどういうふうなルールに思ってくれるか楽しみにしてたりするので、ぜひダウンロード配信楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。